was your week? Did you have a good time? Or maybe not? Then, this is the program for you. Here is a Jumeirah's Sub-Pop Center. はい、こんばんは。サブカルジェッターだぜ。今のは織田裕二で椿三十郎のものまねでした。ということで、サブカルジェッター12回目ということで、もう折り返し点、スイッチバックも2回ぐらいやって、もうそろそろ終わりが近づいているということでございます。この番組は、私の知り合いを呼んで、とりあえず20回埋めていって、最終的にぽっくり死んだら全員に葬式に来てもらおうということで、もうダメ出しの最後のお願いの番組でございます。この、趣旨はですね、まあ知り合いの人の人生をこう波乱万丈的に聞いて、そこからにじみ出てくるサブカル集をキャッチしていこうということで、サブカルもそろそろバレてきて、世代じゃないかっていうことになってだんだん分かってきます。続く人がいないということももうはっきり分かってきましたんで、ちょうど、今50ちょっとぐらいの人から今回のゲストのスチャダラパーさんまでがサブカル世代と単に呼ばれていたんではないかということがついにこの番組で発覚してしまいましたので、そこら辺をちょっとじっくり検証していきたいと思います。それでは今夜のゲストは、お招きします。スチャダラパーの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の意見はどう思いますか？ああ、でもそれ、わかる気がしますね。そうかもしれないですね。結局は、もう、結局は。その時代だった。そうですね、僕、いつも考えるのに、スチャダラパー以降に、同感した人がいないんですよ、もう。どう考えても。なるほど。だからこっちのこともなんか妙に褒めてくれる人もいなくなるんですよ。この何年間の間だったんですよね、きっとね。そうなんですかね。じゃないですかね。前の世代が全教頭っていう世代の、全教頭世代と、でもあれもきっと全教頭やってたバリバリの頃は言ってないわけですよ。うん、俺ら全教頭世代だからって。そうですね、終わってから言ったのに、ジュラ紀の恐竜だって、俺ジュラ紀なんだって言ってないわけ。後で言われてるわけだ。そうですね。となるとその次がね、安西さんとかのね、はい、しらけみたいな人がいるんですよ。ちょっと違うでしょ、あの世代。今ね、55、6なんですよ。ちょっと、なんか、ちょっと、トンチンカンな匂いがするんですよね。この世代。全教頭にも いなかったんだけども、次の世代にももう一つ引っかかりにくかった、4年間か5年間ぐらいの。もう安西さんしか浮かんでないんですよ。まあ、浮かんでない。名前は出せないけど、そういう大トンチンカンみたいな人って、その世代に多い気持ちがある。なるほど。だから、なんか、すげえこいつとか、僕らの世代は言うけど、その人のこと。あまり憧れていないっていう人たちって、何か知らないな。やべえこいつとか言ってんだけど、なりたくはないじゃないですか。なれない。なれないし。なりたくない。そういう人がいて、その後がそういう人を、そういう人もやべえとか言って、うん、おかしいとか言ったりする意地悪な世代、いいも悪いも悪くてもなんか拾っていこうっていう、はい、B 級がいいんじゃないとかいうようなひねくれた思想の世代の人がスチャダラパーまでだと思う。まで積んでるんですよね。本当にでもね、分かりますね。そうかもしれない。そうなんですよ。その、若手でね。若手。やっぱ僕らのことを好きって言ってる割には、めちゃくちゃ売れてるな、みたいな。だから、そこの時点でまずね、だいぶこう違うんじゃないかな。そういう人も、そういう売れてる状態の一番いいとこで言ってくれればいいのに、あまり言わないです。そうなんですよ。ここ一番では名前出ない。そうこそって言われるんですよ。そうでしょ。俺もね、皆さんのことブログに書いてるんですよとか、そんな小さいとこテレビでね、テレビで大々的に確かにそうなんです、ね、そういう人多いんですよ ね, すね。だからもう認めてるんだけども、まあ一応言ってくれてるっていう感じがしてるんですよ、はい、うん、でも本気かどうかわかんないけど、いや俺あれ見ててね、面白かったですよって言われたのはスチャダラパーが最後なんですよ。本当に目を見たらわかる。本当ですか。その以降のやつは嘘ついてると思って、嘘つけばいいと思って、社交辞令だと思って言ってるような気がするんですけどね。今後ね、このサブカル世代が
年金が5000円もらえない世代がそうですね、どうして生き延びていくか、年金なんか払ってるわけないどうでしょう、そういう匂いがする人たちばっかりが、ということでこのお三人のまあ人生ですね、はい、生まれてから死ぬまで、はい、死んでないです死んでないですけど生まれてから今までのことを探っていけば世代が見えてくるんじゃないかということですね、はい、これでねすっきりすると思いますよ今日、うん、はい、なんだ俺はサブカル世代じゃないかっていう、うん、ずっとなんか諦めが出るんですから、うん、はい、ということでじっくり聞いていきたいと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。 TBS Radio presents Jun Mira Subculture Isn't it better to be the second?はい、今夜のゲストを改めてご紹介します。最後のサブカル世代ステナラパーの皆さんでございます。どうもどうも。じゃあ誰から言えばいいでしょうかね。兄が一番年上。じゃあ年上からいきましょうか。年上からいきますか。はい、はい、お願いします。一応今から読み上げますんで、はい、間違ってたら間違ってると、はい、申告してください。1967年7月18日神奈川県に生まれることに対して何か疑問はありますか。いや全くないです。ないですちなみに川崎市で生まれました。あ、川崎市でお生まれになった、はい、神奈川県川崎市で、ね、あ、川崎市でお生まれになった、はい、家族構成は父母兄ってなるわけですよね、はい、兄っていうのはそもそも新子さんの兄であり兄って呼ばれたんだけども、はい、うん、もう一人兄がいるって。そうなんですね。真ん中なんです。3人兄弟だっていうことですね、はい、で弟ということ。これは家族構成には問題ないです。でこういう新子の仕方はすぐに終わるでしょ、ね、うん、なるほど。で遊ぶ場所も豊富で、はい、とにかく元気な子供だった、はい、その頃を振り返ってどうでしょうか。いや元気でしたね。あ、元気ですか、うんうん、今と比べても全然元気。全然まだその、はい、のなんかこうノイズ入る前っていうかピュアな、はいはい、子供でした。ノイズ入ってからのその盛りがつくっていうことはあるじゃないですか、うん、盛り場とかいうのも盛りがついてる人が集まるんですもんね。そうですね。盛ってた時よりも元気でしたか。元気でした。あ、元気でしたか。あ、もう人生で一番元気な時だっていう。そうかもしれないですね。思い切れる、はい、あ、なるほど。そんな時にそんな兄さんの、はい、を見て絵本作家古田たるひさんという人が、はい、押し入れの冒険という絵本を出し、はい、それがなんと兄さんがモデルであるらしいんですよ。これはどうしてモデルであるっていう自信があるんですか。なんででしょうね。いや親に言われ、まあでもなんかその辺のなんかその元気な子を混ぜてキャラクターを作った中の、はい、これでも本当に僕子供の頃読んだことあるんですよ。はい、このこれ結構有名な絵本じゃないですか。ね、で、うん、なんですよ。で保育園の話で本当にその保育園に行ってて、はい、あ、この古田さんが保育園で取材に来たんですか。そうなんですかね。はい、その辺は子供なんで全く覚えてない。え、誰が証言してるんですかこれは。はい、親がで本人からサイン本が送られてきたんですよ。何か検証で当たったとかではないんですか。じゃないんですよ。サイン入りで。あなたのことを書きましたってことですか。そうですね。お、っていう一筆はあるんですか。それはなかったと思います。これは主人公っていうか何人か出てくる話なんですか。何人か出てくる話であれ、はい、もう元気すぎて、で、なんか押し入れに閉じ込められて。元気すぎて押し入れに閉じ込められて。はい。いい話なんですけど。で、呪音みたいな話じゃないですか。押し入れの、こう。そっから子供が幻覚乱して、はいはい、こう、夢みたいなね。ネズミババアみたいな、うん、が出てきた。出てきて、二人で冒険するみたいな話なんです。押し入れから。押し入れの中から、夢みたいな、なんか夢というかナルニア国に入っていくみたいな、そういう感じなんですね。パンズラビリンス的な。で僕結構これ好きでさ、この絵本が、はいはい、で、はい、兄に会ってそのこと言われた時なんかショックっていうか俺はそんなものを見ていたんだみたいな。せっかく好きだったのに腑に落ちない、腑に落ちない。その時はモデルですかっていうなんかこうなんかアイドル的な感じはなかった。いやアイドル的なっていうか、はい、ちょっとがっかりみたいな。あ、そう。あ、こいつが押し入れに入ってたんだみたいな。はあ、実物リアルで嫌だなみたいなね。これ今でも手に入りますよね。入りますよ、ね、いい絵本って帯がついてるんですよ。いい絵本はあ、まあモデルに、はい、まずモデルデビューですよね。モデルデビューさ、1974年富士見台小学校に、その前ぐらいにその川崎市に引っ越してきたんですよ。はい、
はい、でその富士見台小学校っていうところに入学したんですけど、はいはい、で最近知ったんですけど、はい、そのあのゆらゆら帝国の坂本さんっていうのも同じ学校だと、で同じ学年で、はい、全然交流もない、交流もなしでそんなにクラスは多かったんですか。12区くらいあった、そんな多かったんですか。ベビーブームですね。じゃあ探すとまだ誰かいるかもしれないですよね。そうですよ、ね、そこにはね。うん、そこで何か事件はあったんですか。そこで事件あったのはあの木登りっていうか、あのそう信仰と一緒に、はい、弟にいいとこ見せようと思って、はい、こういう遊びがあるんだみたいなのを見本で見せたら、はい、その落ちまして、そのまま落ちて腕を骨折です。あら、それを見た弟としてはどういう感想を。いや、なんか兄も力落ちる的な、いいとこ見せようとしたなーっていうのは、私ちっちゃいながらなんかやっぱりそういうのが似てらよー的な感じだったのかなーって思いますけどね。それ毎日あの学校帰りにそこの木に飛び移るのを日課にしてたんですよ。もうほとんど猿、それであのちょうど弟、いつもだ友達とやってたんですよ、はい、弟に見したろうと思って、はい、ここ飛び移れるんだって言って、木から木に飛び移ったんですよ。なんかこう台みたいなところから木に飛び移るみたいな、塀だよね、塀みたいな、塀みたいなところが。それは誰かを模してるんですか、何かのパロディで。いや別にパロディとかじゃないです。何なんですか、何なんですか。身軽さをアピール、身軽さをアピール。マックイン的な、あ、マックイン的な。そうですよ。はあ、テレビ漫画が大好きな、どういうテレビを。テレビでもやっぱ特撮もんですよ。どんなものなんですか。まあ稲妻とか、稲妻、はい、あとは何でしょう、小学生の頃だから、まあ仮面ライダーはもちろん、特撮もんが大好き、特撮もんがすごい大好きなんですよね。ああ、レインボーマンとか、あ、レインボーマン、あの頃なんか毎日やってたじゃないですか、はいはい、やってました、はい、大体最後も前やってました、ね、大体見てましたよ。そのあれはもともとは初めはなんかレスラーみたいな、あ、そうそうそうなんですよね。で、あの設定だったよね、妹の病気を治すために、そうそうそう、悲しいハウスのために頑張ってたじゃないですか。そうですよね。ちょっとタイガーマスク的に、うん、ある時から急に何かそこからずれ込んだよね。そうなんですよね。あ、シネシネランと戦い出すからですね。シネシネランとかオタフク会とかが出てて、オタフク会とか、オタフク会はオタフクのお面かぶって偽札を作りまくって、怖いね、超インフレを起こすみたいな。あれものすごいことだよね。でレインボーマンがいきなりレインボーマンの格好で国会議事堂に乗り込んで総理大臣直訴しに行くんだよね。そんなんなんだよ。結構その米を配ってくれって言うんだ。米がなくなって、ね、暴動が起きそうなんですよね。そう、暴動起きそうなんですよ。で、物価が100倍に上がってるみたいな。そう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 。なんかシネシネ団の本拠地は、イブスキかなんかにあるよね。火山の下。火山の下にあって。鹿児島のですか、ね、鹿児島の、イブスキの下にあって、その時は鹿児島ロケなんだよね。で、多分、みんなの慰労会もあるんだよね、その時ね。あれ、川口浩範先生だもんね。ああ、そうですね。ね、先生の原作で。1980年。はい。そろそろバブル。バブル。中学に入学。そうですね。80年代よ。はい。お、そうです。これはひょっとして人それぞれ喋っていった方がいいのかな、うん、あ、そうだね、並行していった方がいいね。そうですよね。ということはこの辺で一個下ですね、坊主くんが一個下で69年1月15日、はい、岡山に生まれ、そうですね、あれ以外に岡山です、ね、はい、金太郎ゆかりの地って言われる、言われてるけど、どうなのかな、金太郎が死んだっていう場所なんですけどそんなので大人に聞いてみたら何箇所もあるらしいんです。ありますあります。箱根足柄山っていう山、うん、生まれたのがそれで、うん、死んだとか何箇所もあるらしくて、それをだから多分その勝手に言って、お祭りとかにしてるみたいなのが、はいはい、後になって聞いてみたらいろんなところにあるらしい。岡山っていうと桃太郎も、そう、桃太郎もそうじゃないですか。だからその後に金太郎に乗ってったんじゃないかと僕はなんか踏んでるんで。あ、桃太郎が、桃太郎があったんで、うん、うちの方も金太郎死んだっていうのをこうアピールして、こうなんか金太郎の最後は終焉はどうなったの？いや、なんかよく熊に食われたりする。最後はどうなった？あれ、要はお侍さんだったような感じで、金時なんとかっていう人、そうですね。で、単にその亡くなった場所っていうふうに、あ、その方、そうみたいですけど、本当かどうかよくわかんないですね。ああ、岡山の勝田郡、はい、小町、はい、どこなんですか？これね、あの県北のすごいあの、
あの、なんだろうな、あの、なんで、美作地方って言うんですよ。はいはいはい、備前備中のとこが、あの、もともと本籍なんですよね。はい、その、おじいちゃんが住んでるとこがあって。はい、そう、そう、山の方なんですよ。はいはいはい、あの、最近でもその、あの、近所に、実は小田切城とかは割と、地元が近所だったらしいですよね。あの、僕が、あの、全然その有名な人はいないなと思ってたけど、はい、後にそういう人がだんだん出てきて、あ、これ使えるみたいな。発掘されてきた。はい、巨乳のめぐみちゃんも岡山じゃないですか。ですよね。あの子も岡山だった。はい、あと結構いません？いますよね。わはの梅垣さんも岡山だった。岡山ですか。はい、水道橋博士とも。博士もじゃん。水道橋博士もそう。ヒロともそうそうだよね。次長課長。あ、もう、河本さんも割と時価近かったらしい、ね。あ、う、あ、ん。岡山っていうところは、美観地区って言われて。あの、倉敷とかね。で、うちの地元の方もなんかその、津山城っていう、はい、あの、お城があって、はいはい、そのお城の城下町みたいなところなんですけど、はい、うちも、はい、その、そこら辺はやっぱそういうなんか、なんか昔の美観で、美観で、あのこう、古い家がそのまま建ってるみたいな。建ってるみたいな。そういうのはありましたね。亀の交易って知りませんか？岡山の。聞いたことあるんですよ。結構近くだと思うんですよ。近くですか、あの、駅自体が亀になってる。いやそういうのありますよね。屋根を甲羅に使い、はい、ぬーっと尻尾と首が出てるんですよ。ほんで、そこは亀で盛り上げようとしてるらしく、いろんなところに亀の首が、はいはいはい。建物についてるんですよ。それはもう中学生とか恥ずかしい。もう恥ずかしいですよね。公民館は、太い親の祈祷と、割と小さめの祈祷が上下並んでついてるんですよ。もう明らかに狙ってる。明らかに狙ってるような亀の交易って。亀の交易。カジヤ。カジヤ発見。父、母、姉、坊主、弟。弟、はい。これ意外とスチャダラパーって、あっさりしか知らない人は全員が兄弟だと。そうですね。あと、シンコと僕が兄弟だと思ってたりする場合もありますね。ありますね。こっちが兄弟だと。兄弟だと。ぼんやりと。ぼんやり。本当は違って、はい、でもうちの弟も昔ラップやってたりとかしたんですけど、はい、今はなんか、まあ割と身近でデザインの仕事してたりとか。あ、そうですか。するんで。はあ、お父さんがいい加減であったっていうことが、この後のサブカル世代に入ってくる。だんだんなんか気づいたんですけど、はい、だあんまりその定食をそんなちゃんとついてなかった。あ、だんだん気がついてくる。子供家にはよくいたってことですか？うち商売をやっていて、その喫茶店とか。うん、で、はい、主にお母さんがそれを回してたので。お母さんが回してた？回してたので、はいはい、父親なんとなくこう、ふわっているんですけど、はい、別にそこがすごい定食なわけでもなく、はい、なんかこう、あの、ふらふらしてたなって後になってみたら。喫茶店に入ったり出たり入ったりしてる。厨房に立ったりもするけど作ってはないみたいな。あ、まあ、そういう感じの人でしたね。いい加減な発言も多かったですか？発言はね、なんかだから。アドバイスを受けたんだけど、もう一つ身に染みないみたいな。あんまりね、あんまりすごい僕と喋った記憶そんなないんですよ、ね。ないです。一人さんふらーっとこう、はい、あの、それ本当お父さんなの？近所のおじさんなんですか？どういう人なんですけど、なんかね、ふわっとしてましたね、すごく。で、後に、その、また、その、父親の、お姉さんがやってる会社に入れてもらって、はい、お父さんが。お父さんは。で、そっから割と真面目にそこにずっと勤めてたんですけど、だからそれまでは多分自分でこうどうっていうのはあんまりなかった感じが。その頃のお父さん20代とかですよね、きっとね。30ぐらいですね。ね、うん、今で言うところのニートみたいな。結構ね。そうですよね。だから、あの、ふらーっとしてましたね。はぁ、うん。でもまあ、そういう人を見てるから、将来的にそんな人になってもいいやっていう気持ちは芽生えてる。多分その時に、だから、あ、ちゃんとしたお母さんがいるといいんだっていう。ああ、そういうのありますか。そう、すごい思いましたね。なるほど。やっぱりお父さんがいい加減だけあって、周りの空気が読める子であったと。これもね、はい、今時ね、あの、みんな中、はい、子供って、空気読めるとか言いますけど、はい、なんか昔 KY とか言いますけど、なんか言うじゃないですか。昔空気読むとかあんま言わなかった。言わなかった。そんなこの漫才用語ですもん、これ。そうですね。昔からそうだと思ってましたね、その、自分のことは。なんか、なんでこいつら、この意味のわからないタイミングで騒ぎ出して、はいはいはい、今、そういう時じゃないのに、とか、ずっと思ってたましたね。それすごくわかります。大人に対してもそう思ったりするでしょ。そうなんですよ。なんか、うん、うわこれ絶対恥ずかしいのになんでこんなこと今やっちゃってんだろうみたいなことを
絶対思ってましたね。親戚の新年会とか行った時の統制のなさとかに僕はイライラしてたんですよ。そうですね。小学校の時から。で、ぐだ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 するんですよね。うん、で、勝手な話してるじゃないですか。まとまりのない。おばさん同士って特にそうだけど、ちょっと待てっていうのは、ありますよね。何箇所かあるよね。田原総一郎的な気分になるから。ちょっと待って、そこは聞きたいっていうのは。その話はどうなったのっていうの。本当それ、子供の頃から。そんなことで大人って、いい加減なことで、なんとなく集まって、なんとなく分かれてたよね。そうなんですよ。なんだよね、あれ。そうなんですよね。俺もそれが許せないから、今でもそれが許せない。飲み屋もそれが許せないから、みんなバラバラな話してるんだ、もう。気がつくと。しかも打ち上げなのにさ。もう全然昨日見たテレビの話とかが、もう飛び込んできてるんだ。うん、イライラすんなと思って、一つになろうと思って、靴下回しだっていうことで、俺の履いてる靴下をみんなに回して口に入れなきゃなんないやつをすると、ちょっとの間はしばらく靴下のことで盛り上がるんだけど、もう最悪ですよって言ってからまた普通の話に戻るんだよね。なるほど。打ち上げって、その、一応終わった後は、やった、ちょっと感想ぐらい言ってほしいじゃないですか。そうです。そんなことないですか？あります、ありますよね。ほんでもいきなり違う話になってる時あるじゃないですか。嫌ですよね。あれ嫌ですよね。もう本当嫌ですよね。あんまり褒められんのもなんか恥ずかしいですけど、なんかちょっとこう、ね、いろいろ聞きたいんですけどね。あれも、一回褒めて、いやいやもう、いや、まあ普通だもん、それ、とか言って、もう一回言ってほしいんだ。もう一回言ったら話食いつこうと思ってんだけど、もうやめになるんですよ、話が。ほんで、昨日さ、テレビ見たんだけどさ、とか違う話になって、いや、進んだよね。人の金であんだけよく飲んでるやつがいるなと思う打ち上げって本当ですよね。自分だったら絶対嫌でしょ。いやいけないですね、苦手ですね。進行あるか。これはあるね。長いこと飲んでなんね。そうっすね。進行の場合はうちらの打ち上げに来て、今この打ち上げはね、三浦さんモテてるかもしれないけど、俺はねもっとモテてるとこあんだよ今俺らのイベントじゃん。あれの時ですね。ドームの時ですよね。ドームちょっとおかしかった。すごかった。おかしかった。1975年、勝間田小学校。はい、小学校。勝間田小学校。ああ、はい。やりたかったのは、少林寺で習い事とかクラブ活動が長続きしない。ここもやっぱりサブカル世代の、なんかあるんですね。なんか、そろばん行ってみたり、はい、なんか、お習字に誰かやってるか、ちょっと行ってみたいな。まあ、だいたい半年ぐらいで飽きて、ましたね、わーっとなっちゃうんですよ、ね。オルガンとかやりませんでした？オルガンはやったことないんですけど、だいたい一通り誰かがやってるような、なんか真似して行ってみたんですよね。なんだろうな、あれやってみたいな。なんかこう。持ってるのがね、そそるんだよね。あのバッグとかがいいんだよ。そろばんケースとかが。無気味だからね、こっちは。だけに形がそそるんですよ。って思ってやってみたけど、なんか違うな。なんかそんな無気味な。そんな無気味な。真面目だな、意外と習い事って真面目なんだよ。真面目なんだよ。面白くないんだよ。あんまそそらねえ、みたいな。そうなんだよね。そうなんです。俺も習字とか、もう最後はペン習字までやってたんだ。あ、本当ですか。友達がやってて、かっこいいと思ったんだけど、真面目なんだよね。真面目ですよ。同じことを何回もやるんでしょ。で、教えてるやつもさ、いい加減なやつなんだよね。今考えたらね。真面目にやっとく方が楽なんだよね。そうですね。真面目なことを言ったりするのって力いるもんね。めんどくさいもんね。時間かかってね。そうなんですよね。そうなんですよね。で、速攻帰宅して漫画などを描いてる。はい。これ、今はほら、昔は漫画を家帰って描く人って、漫画家になるのとか言われたけど、ネクラとか言われるようになったじゃん、こういうことをすると。そうですね。そんなネクラじゃなくて漫画家目指してんじゃんね。そうですね。勉強してんじゃんね。はい。でもなんか、やっぱ外で元気に遊んでる人ってやっぱ対比されて、なんかあんまり本当外でわーわー遊ぶのはあんま得意じゃなくて、うちでボードゲームをやったりみたいな方が。一人で？で、人が来たとって。ああ、来た時に。まあ3人ぐらいで、仲いい、こう、地味なことを割とそういうのをやるのが好きだったんで。友達が来て、自分のところに置いてある本をずっと読んでるやついなかった。いますよね。図書館かよ。図書館じゃないんだけど、で貸してやるよってもう、まあ読んでないから、そいつじーっと一人だけ隅の方で俺の漫画買った漫画読んでるからさ、もう今日貸してやっから明日返せばいいからって言うんだけど、今は別のことしようみたいな。そうなんで、今はみんなでやろうって言ってるのに、いやもうすぐしたら読み終わろうかって言うんだよ。イラ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 してた、そういうやつ。漫画に関しては昔よくほんと近所の本屋で立ち読み昔可能だったんですよね。もう全巻読んじゃうかぐらい行きましたね。何日も渡ってるでしょうね。ここら辺まで行ったみたいな。そうですよ
今日ここでやめとくか、今17巻みたいな。俺もワイルドセブンを立ち読みで全部全巻流行ったよね。流行りましたね。サーキットの狼かなんか全部立ち読みした気がするな。結構その辺はね、買うほどではないみたいな、うん、で本屋の親父もいい加減だったからね。そうですね、うん、そんなことで返本のこととかあまり考えてない感じだったもんね。最終的に万引きされればいいやぐらいな感じだもんね。そう思ってなかったもんね。でもあんま怒られなかったですね、昔ね。うちの近くの京都の本屋はガラス戸でガシャブシャってこう閉まるやつで、立て付けが悪くなってるみたいで、そこにいつも本が一冊ビシャビシャになるから挟んであるんですよ。それがねガロだった。ガロとの出会いで、ガロとの出会いは何か差し込んである本がガロだって僕ずっと、ね、もうすごいずっと売れなくて挟んであったんじゃないですかね。サブカルの行く手を案ずるかのような。どういう漫画に影響を受けてどういう漫画を描くんですか、これを。あ、子供の頃好きだったのは、うん、ドラえもんがやっぱ好きだったんで、うん、ドラえもんおばきゅうとかで、はい、もう完全に藤子先生の、ああいう生活ギャグみたいなのが好きだったですね。誰かおばきゅう的なものがうちに来る。いやー、大量に飯食われて困るみたいな。ああいうドラえもんみたいので、なんかちょっと違うもん出してくれるみたいなようなのが好きでしたね。他にはどういう漫画が好きでしたか？ホックもでもまあ、ドカベンとか。ですかね。トーノマーですか。トーノマーのマー。なんとかズラ。ああいう漫画って、頃、実写版になったりして、すごく不都合なことばっかりが起こってるドラマがいっぱいあったじゃん。いっぱいありましたね。そうですね。で、騙されて行っちゃうんですよ、行っちゃうんです。そういう漫画すぎて、ドカベンこんなんじゃねえ。そう。そこのクローバーみたいに加えた状態でね。すごい状態の。マッハ文明が夏子ファンやつ。はい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 。川谷拓三が。が、トロマンさん。トロマンやった。で、水島先生がちゃんと徳川監督で。出てくるんでね、どうぞ出てくんで。でもそのさ、ドカベンの映画はって、柔道、最初4巻ぐらいまで柔道の話。やっぱりそれもそうだったもんね。話で、最後野球で終わるみたいな。野球はやらないんだよ、甲子園目指して終わりみたいな。1、2の三四郎っていうのもそんな話じゃなかったけど、途中から変わらなかったけど、なんか。途中からプロレスだったんだよね。完全にプロレスね。だ時代とともに乗っかっていったんだろうね。あと、孝太郎まかり通るっていうのが、すっごい。医者にもなったよね、それ。なったんですけど、それは最初学園ものなんだけど、だんだんロックものになったりとか、なんかバンドデビューとか、そういうのどんどん時代の流れに変わって。今考えたら単に一人の編集者がそうすればって言っただけなんだよね。漫画家の力が弱くて。そろそろこう、圧力加えて。そろそろ変えてほしいなって言われたっていうことだよね、きっとね。大人になるとその分かってきちゃうんですけど。昔の、やっぱりその、漫画がそもそもあって実写版にしていくってことがちょっとおかしいなと思ってた人がサブカル世代に気づいてるね。あれをおかしくて好きだっていうのがあって、そうですね、柔道一直線とか、うん、柔道一直線大好きでしたね。ライダー何投げだっけな、マスクかぶったやつが出てくる。ライダー投げだ、ライダー投げだみたいな。それも雪山でかぶるさ、熱いニットの覆面なんだよね。覆面の柔道着ってかなりショッキングでした、ね。あれショッキングだった。柔道着の背中がアメリカの国旗だったし、ね。桜井健一さん、桜井健一さん、あれ今DVD ボックスになってる。あ、本当ですか。3巻完結しましたよ。うわ、1本が3万円。うわ、全部買ったらもう9万もしたわけ。今最後は何話あるんですかあれ。90何話ぐらいあった。90話近くあったと思いますよ。見応えありますよ。近藤正臣さんのピアノインタビューも載ってるんですよ。今の現在の地獄の村の人も、もうお亡くなりになったけど、あの人のインタビューとか入ってたりして。面白かったですよね。小学校が、小2の時友達が授業中にうんこを漏らしたことが一番の思い出であると。なんかパッてこう言われて、何が分かります。パッて思い出したのは、その仲良かった子が、なんか授業中泣き出して、はい。あれは、うちもそうだったんだけど、なんで泣き出すのかな。ずっとトイレ行きゃいいじゃん。いいんですけど、なんか小学校授業中やっぱトイレ行っていいですかって言えなかったんですよね。そうです。男ですか。男の子なんですけど。で、シクシクってなって、で、静かに先生に連れて行かれて、なんか、ズボン履き替えてくれた。ズボンが変わってるんだよ。寂しかったんです、その、すごい切なくて、うちの校舎は下が油引きだったもんで、先生が来て、砂をかけて、悲しいね。切ないですよね。切ないですよね。で、絶対その子はやっぱいじめられるんですよね。
これはもう今も昔も変わってないよね、きっと。そこはどうにかケアして、そのトイレが教室の後ろに1個ついてるとか、ね、せめてそうあってほしい。しそうなやつの、あの椅子の下にも便器がついてると困るの、受け取ると困るのやつ。やっぱまだね、1、2年ぐらいだとね、まだね、漏らしちゃう。いや、いるいる。ですよね。そのやっぱ言えないっていうのは。言えない、言えないね。でも子供ながらにやっちゃいけないことをしてしまったって。そうなんだよ。それで泣いちゃうんだもん。だって、この人も早生まれだったかもしれないもん。僕も早生まれだったから、あの頃の1年ってめちゃくちゃ違った。僕も早生まれなんで、だいぶちっちゃかったんですよね。そうでしょ、うん、おかしいなと思ってなかった。いつまで経ってもセガさん抜けないしさ、と。辛いな。俺も。ちっせな、ちっせな。で、もう一つ勉強もできないんだ。ああ、やっぱ痛いぐらい。1年もあるんだもん、そうですね。それありますよね。なんで、あの学校制度は、早生まれに合わせたのかね。そう。遅生まれに合わせてくれてもいいじゃないかと思ってね。4月生まれとかと比べたら、ほとんど1年違ったりとかするんで。1歳と2歳って全く違うじゃないですか、まず言うと。2歳と3歳も全然違うわけで。違いますよね。そりゃうんこも、この間まで漏らしてるやつもいるわけですよ、この小学校で。俺ね、この間、うんこを漏らす夢見たんですよ。本当に。1週間ぐらい前、泣いてるんですよ、やっぱり。どうしようと思って、なんか泣いて、なんか、ね、理屈を考えてる夢だったけど、やっぱり、うんこを漏らすって、ものすごく一番嫌なことだった。嫌ですよね。うん。僕もでも2、3年生ぐらいの時に、もう本当にうちにギリッギリダッシュで、ね、もうトイレに着いたんだけど、ズボンが下ろせなくて、ダーってなっちゃったことあって、ねね、で、それも、子供の時って、うんことおしっこが両方こう、ダーって出ちゃうんですよ、ね。で、今はコントロールしてる。ああって、もうその、その、あのどうしようもなさはなんか夢にその感じでなんか蘇ってくるありますね、なんかね。うんこはやってるでしょ。うんこはやってますよ。やってますね。人前でもやってますか。人前。しんこさん。プールとかで、うん、プールでやったんですか。近所のプールで漏らしちゃって。うんこ。うんこ、あのトイレで。ギリ、ギリしてるんで。あ、ギリギリのやつで。汚れて、そんで。そこで履き替えてっていうか、その下半身裸で、そんで近所だったから、あの子供とかパンツ一丁で家まで行ったりするんですよ。どの地区ですかそれ。あ、でもまあ全然団地の、まあ、いいか、小さいからか。団地の中にプールがあって、でそんで確かそのバスタオルだけ巻いて、そのまま帰ってたりとか、自転車かなんかで。あ、面白い。そのうんこパンツはどこに置いたんですか。それ洗ってしまって。あ、しまったんだ、ちゃんとしまったんだ。だスカートみたいな感じで。ああ。ジャージ裸で、すっぱだかで。バスタオルだけ巻いて。そのうんこに関してやっぱそのまだ化石菌があれじゃないんですかね。そうそう、もう漏れちゃうんですよね。まだそんなにコントロール効かないし、きっちりいかないんだもんね。いかないんでしょうね。多分ね。漏れましたよね。こんなことで、次は、1981年、中学校。はい、中学校。小中学に入学。はい。突っ張りばっかりで悲しかった。ね、突っ張りとは仲が良かった。あ、これはやっぱり場を読んでいく人だから。やっぱその、面白い人多いんですよね、やっぱり突っ張り。そうなんですよね。結局中学の時とは突っ張りのやつって音楽も好きだし、うん、なんか早めにそういうのを聞いたりとか、混ぜてるからやっぱ面白くて、うん、友達ではいいんだけど、自分がその格好とか嫌いだったんで、その。あの格好でしょ？格好はやっぱどうしてもその。あの格好はあの格好しかないのかね。ないんですよね。他の格好もあってもいいのにね。あの反り込みとか、そういうのはちょっともう。伝統芸だもんね。なんかちょっと、ちょうど僕らの時はその、一番突っ張りみたいなのが流行った頃だった。ビーバップ。ビーバップ。ビーバップ時代がハイスクールだ。そう、もうね、なんか、銀杯以降だよね。銀杯、うん。そういうのが流行ってたんだよ。突っ張りの人ってもう、エッチしてるやつとかいたでしょ。中学はどうだった？いたかも。いたんじゃないかな。いたんじゃないかな、あれ。僕もね、本当か嘘か分かんないけど、したっていう突っ張りがいて、でもコンドームとかを膨らまして後ろから飛ばしてくるんだけど、出るんだったら使うんじゃないかなと思ったけど、で、そいつに、どうだったんですかとかって聞いて、まあ、もう先輩だから。みんなに聞いて、それを置かずに家でおなるっていう。結構流行った時代があって。あと絶対ビニボンみたいのを持ってくるやつもいるよ。いろいろ。絶対学校。教養屋みたいなやつでしょ。絶対そうなんですよ。お前知ってるどうなってるかみたいなやつって絶対。見たことあるね。絶対そいつなんですよね。そいつってどういう、生まれなんだろうね。どんでそいつどこでも必ず一人いるじゃん。うん、抜群な写真持ってくる。
お前どこでそれゲットしてんだっていう。ポラとか持ってるのいたな。本当。それがポラ。俺はね、ポラってそれを考えるとすごくない？それ。うん。撮ってるって。撮ってるってことだよね。だお父さんかなんかの趣味なのか分かんないけど。ああ。お父さんが買ってきたと思う。俺らの時は外国人だった。ああ。当然外国人のものしか目に入らなかったけど、今は日本でしょ、それ。そう、日本だジャパニーズの人でしょ。日本のでもレベルが低くてやっぱショックでしたけどね、その出てる人とかはね、なんか怪しすぎるっていうか、なんだろうこの本っていう、なんか。あれが、今一つ性に結びつかなかった。そうですね。なんかショッキングな、うん、なんかすごい生物見せられたみたいな。みたいな。なんか。タイかなんかに行った時の事故の写真見せられたような、見るんだけど、見るなんか、もっと好きになれない。わわわわみたいな。で、女の人は笑ってたりするでしょ。そうなんですよね。開いて笑え、開いて笑ってみたいな。開いて笑ってみたいな。あれ何なんですかね、あの文化。僕らの前の世代の人は、ストリップとかで、はいどうぞ、はいどうぞって言われて、笑って見せるっていうのはあった。僕はね、あれがダメで。ダメですね。ねえ。そっちはいけないですね。いけないですよね。陽気エッチみたいな。ああ。陽気な。陽気なエッチね。でもだいぶ経ってから、その関西ストリップっていうのに。ああ、行ったんですか。伊豆で行って、うん、そんな感じでしたね、でもね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。コミカルな感じの。でしょ。なんかバーンって風船割ったりとかするような。そう。で、ここでラッパ吹いてあるとか。前からそれわかんないけど、ラッパ吹いたから偉いのか。わかんないんですけど。スペクトラムじゃないんだからね。習字書いたりとかするんですか？習字書いたり。習字書いたり。習字は何の文字書くんですか？あれ。あれで、全員、あの、端から、はい、あの、名前聞いてください。名前書いてもらう？松本って書いてもらう。ほんで、それは、色紙とか半紙もらえるんですか？はい、あの、1500円ぐらいで見たはず。別途。全員持ってる。別途だ。それは、もらって帰ってどうするんですか？その、しばらくね、松本って書いたし、あの、しばらくありましたけどね。どうしたっけな。家に個人的に捨てたじゃん。個人的に捨てたのかな。誰かに見つけられても、まあ下手な習字ぐらいにしか見えないんだもんね。それはね。いや、あれ不思議だよね。卵飛ばしたりさ。いらないですよね。いや、別にいらないよね。その能力ね。それ、その性に結びついてないですもんね。結びついてない。そこが前の。あの、秘宝館のセンスの人とちょっと違うでしょ？ちょっとわかんないですよ、ね。秘宝館っておかしいけど、うん、行ったらなんかマリリン・モンローみたいな像があって、くるくるくる回ると下から飾って空気で風どうでもいいパンツ履いてないみたいな。そうそうそう。これが落ちなんですよね。あと、クジラのチンコって、ね。ああ、必ず。細いのでかいやつね。あれ、これ、のぞき穴みたいな。あれ、のぞき穴みたいな。股を開いた女の人から右が取れないんだよ。あれ何のためにそこじゃないですか、そこじゃないのか、全部。あれは何なんだろうね。ねえ。いや、あれを、後に、その、おかしいっていうことで、アイナンがちょっと逆におしゃれみたいなことになったじゃないですか。宝島ですよね。宝島が原因となり、鈴木恭一さんとかアイナ写真撮ったりして、そうですね。でもそもそもはあれは、ビンビンのために作られた。もともとね。その、怪しいカップルが、その、あの、ちょっと行くんですよね。きっと、その、まるでおじさんをと、あれ、バスで盛り上がるって、盛り上がるってことだよね。わからなかったなんだよな。先生たちに嫌われてたと。なんかね、割と僕賢かったんですけど、勉強ができたんですけど、なんか、嫌なやつだっていうのがバレた、うん、なんかその空気読みすぎで、なんかその本当にそういうのは嫌われましたね、そのすごく。ああ、じゃあその頃しんこさんは、1970年万博の年。ああ、普通に戻りますか。まあ、6月マリと一緒ですか、ね、まあそうっすね、大体。あ、そうか、うん、兄弟だもんね。そうです、そうなんですよ。兄弟って大体一緒なの？だって学校とも一緒でしょ。ずっと学校も一緒ですね。一緒ですね。小中一緒です。親戚の前で記憶にございませんと、当時流行語を披露して褒められたことを覚えている。でもな、大きいですよ。そうっすよね。大人に褒められるってものすごく抜群でかいです。そうっすよね。でもやっぱ友達の子が多分今このぐらいなんですけど、ね、そんなの関係ねえやりますね。あ、そんな関係出た。これはまだこの頃は政治の話だもんな。そうっすね。これ、ロッキード事件だもんね。そう、田中学園。そうだよね。ね、ロッキードだもんね。うん、ああ、
なるほどね。でも妙にそういうとこに親戚の人に褒められて、大人に褒められたことが病みつきになって現在に至ってることが多いと思うんですよ。そうですね、絶対に、うん、何かがやっぱり原因なんですよね。そうですね、受けるってね、褒められたことってね、ね、忘れないっすよね。ね、うん、で褒められたことって数回でしょ多分そんなにないですよ、人生において、ね、そうかも。いや、大会系の人って褒められるじゃないですか、一等賞になったりして、そう、勝ったりとか、勝ったりする、勝負がある、勝ち負けがあるから、うん、ないもん、勝ち負けが俺の、ね、引き分けのみって感じ褒められ慣れてないっていう、うん、そうなんですよね。1977年に小学校に入った平小学校、両親共働きでクソつまらなかった、ああ学童保育に行かされた、うん、映画制作に小学校から興味を持ったんですか。なんか上のお兄さんたちがいるから、はいはい、スピルバーグだ、ジョージ・ルーカスだみたいな話になってて、あ、もうそんな名前が出てるんですか、うん、スターウォーズ78年とかですもんね。ああ、そっかそっか、はいはいはい、なんか監督の名前がよく出てきてて、うん、そんでなんかあのスピルバーグはもう8ミリで子供の時から映画撮ってたらしいぞみたいな、そういう伝説さんね、うん、ほんの一握りの成功例なんだけどねそれはすごいお金持ちのね、うん、すごいお金持ちの人のほんの一握りだもんね。そうですね、あ、やっぱもうこのぐらいから映画監督はもう始めてんだとか思ってましたけどね、小学生ぐらいから。俺の時は怪獣映画流行ってたから、つぶらえじとか、そうですね、あのソフトビニールの似てない柄物とかを風呂につけて下っこの目線からガバー出たりだから入れるんですよね、だから最後髪が生えんだよあれそう、だって怪獣のやつね、やっぱお風呂グッズになりますもんね、やっぱし、今その懐かし屋みたいなとこで、うん、高くなってる人って遊んでないやつだからさ、あれ水つけてないって、水つけてないのダメだよね思ってんけどな、まあ、でも大概小学校の頃ってカメラ目線でこう煽ったりして見る、そうなんですよ、だからね、カメラ目線で見てんですよね、あの飛行機だってこうやって自分の頭の上を通り過ぎていくのをやったじゃん、こういうのとか、そう、あれあんまり女子はやってるとこ見たことないよ、あ、飛行機こうプラモデルこう飛ばして自分の頭上に消えていくみたいなことは、あれやってるやつはバカってよく言われてたじゃん、交換音も出してやってた、やってた、ね、やってたとか言いますよね、一人で交換音やってたもんね、出ましたね、確かに。中学の頃兄が突っ張り出したので、はい、これでもノリだよね多分ね、うん、なんかやっぱその時代のもうちょうどやっぱりね、あの時代乗ってこうみたいな感じですよ、リーゼン、リーゼンでもなかったですけどね、うん、でもなんかもううちの方とかはみんなもうワークジャンパーみたいなのが流行ってて、うん、そういうのはちょっとで、あと、やっぱりそのワークに憧れんの。なんすかね、あれ、なんなんすか、ワークに。そんな若い頃から。背伸びだ、要は。日課ばっかとかさ、あれやっぱ不良のね、履いて、なんかバイクに乗るみたいな。あれは、僕はないもん、そのセンス。僕もない。日課ポッカセンスない。僕もないんですよ。ないんだけど、周りは結構もう、日課ポッカに、その、労働者ジャンパー。中学生？中学生。中学生。間違えたら苦労してんな、ぐらいな感じで見えないじゃん、それ。中学生。でもだから、その先輩、突っ張りの先輩では多分、この中卒で、そういうとこ行ってた。先輩に、それで憧れたんだ、みたいなのかな。でも、なんだろう、その中学校の時とか流行ってたニュートラとか、うん、ニュートラってどうなんですか。いや、よく、何のトラなの、ニュートラディショナルでも、まあ、その役だよね、ハマトラとか、ハマトラって言ったね、うん、まあ、ヤンキーっぽいやつだよね、なんかね、あの黒で赤い細いラインがこう入ってるみたいなのと、あとなんか布の靴なんだけど、紐がなくてみたいな、ドリフ靴のちょっと。ああ、なんかカンフーシューズみたいな。カンフーシューズみたいなで、金具ついてるのを履くみたいのとか、かっこいいの。あとあの、アミさんですよ。ああ、女さんが履く、アミノさんなら女も逆に履いてみたいな。うんうんうん、あれは何なの、あれ、なんかかと痛いじゃん、あれ出てるんだもん。ね、痛かったよ、あれ。ね、ああ、何なんすかね、あれ、ね。何なんすかね。あれでもやっぱその、紐やってるやつだみたいな。紐やってるやつだっていう感じ。そうなんだ。あの、やさぐれ感が出るみたいな。紐やってるやつの。どっかにオリジナルいいんだろうね。自分の女が水商売やっててみたいな。あいつに食わしてもらってるみたいな、ね。で、パチンコ行ったりしてるみたいな。っていう中学生の演劇みたいなやつか。
なりきってんだ。どうなんだろうね。いや、もうそれ、きっとそうだよね。いや、それがこう、モデルはいるよね。モデルがいて、それがなんか口頭で伝われてってみたいな。伝説の先輩的なやつなんだ。いきなりそこでナチスのヘルメットとか被ってないんだもんね。ないよね。でも逆にパンクの時代になってパンクがロンドンから来た時にパンクな格好してたけど、うん、あれは輸入じゃん、うん、輸入の格好してたけど、うん、そのヤンキーだけはオリジナルだよね。そうなんですよ、日本の、ね、なんて、ね、まあだからあの暴走族もなんか文字あんま入ってない感じですよね。あその頃、その頃あの詩が入ってないでみたいな、もっとマークとみたいな。あの人ら般若心経とか書いてあるよね。あの頃からもうそこまで早い、ね、早いですよ、やることが何でも。ああ、家がやばくなってきたと思って、ね、小5で性に目覚めるきっかけになったのは何でしょうか。きっかけなんですかね。必ずありますよ。最初に意識したそのなんつうの、うん、性の対象っていうか、なんかなんつうの、例えばアイドルみたいのは、意外とこう考えると誰だっけ。昔はあのグラビアっていうのは、夏場しか出なかったもんなんですよ。あの水着なんて、はいはいはい、で明星とか平凡にいきなり、ドゥイットバンバンがさ、いきなり水着になってたりして、こんな体かよっていうので盛り上がったけど、今オールシーズンになったでしょ、水着が。そうですね。当時は夏場の明星とか結構出てたんだけど。そうだったのか。なんだったの、ね、父親の週刊ポストとかかな。あ、ポストか。プレイボーイとかもあるし。多少はやっぱ。お父さんポストまでは買ってきてた。ポストだった気がするんですけどね。ポストあったような気がしますね。うち父親の月刊プレイボーイ買ってましたね、あの。それはもう。それはもう。結構なんかあの。宝島じゃないですか、家がもう。すごい、それが良かったですね。うちはね、週刊新潮しか買わない。真面目な谷内六郎先生のあの表紙の頃だからあんまり載ってないんですよ。で、あと載ってるのは芸術ヌードみたいな、たまーに来るんだけど、全然来ないじゃないですか、あれ、グッと。全然ですね。たまーにね、あの、活版ページに、池玲子のなんかのこと書いてあるんですよ。でも、小さい写真なんだけど、ものすごい目を近づけてみると、黒と白の点によって構成されてることが分かって、そうか、写真って黒と白でできてるんだなと思って、すごく思う。点まで見て、点までに見て。何だったんですかね、それはね。それ何だったんですかね。まあ、でもなんか結構ヌード乗ってたような気がするんですよ、ね。あ、もう新婚時代はもうそうかも、ね。あとなんか、あの、その、ゴローとかね。もうゴロー出てた。動画でウィーケンドシャッフルとかそういうやつで、こう、はいはい、誰それが初脱ぎしましたみたいな。はいはいはい、あと、ね、漫画も結構ね、やっぱりね、長いゴーの漫画があって、ずっと、握ってなんとかってずっとやってんじゃないの、週刊ポストで。時代物の小池和夫ゲスト。ああ、わかった。時代劇のやつだ。やってないですね。ちょっとやらしいやつ。あの、下刈り半次郎的なやつだ。うんうん。あれももうやってたよ、たまにやらしいの出てきた。うん、そうそうそう。必ず出てきた。多分そういうんだと思います。ね。これはでも、ピアの多分、そのあの、ピアは利用できた、ね。ピアの映画館のとこ、ピンク映画のとこ。ピンク映画のとこ。あ、結構あって。すげえ嬉しかった。そう考えたら、スクリーンとか。あ、ロードショーの、あった、トムのページ。あった、あった。映画に出てる。薄い青と薄い緑や。ちょっとあるんですよ。紙質違う。あった。あそこじゃないですかね、やっぱり、ロードショーとかね。飛び跳ねて別冊スクリーンまでは買えないんで、あれはもう全部エロだから。そうですね。スクリーンの中だけのエマニュエルとか。そうそうそう。ありました、ね。あったあった。そういう、それとあとピアのピンク映画紹介ですよね。あ、それか。そこだ。あの、マルヒアメリカン WX みたいなの書いてあるような、下にいい写真が入ってるんだよね。小さいんだけどね。あれ狙ってたでしょ、練習者はね。やっぱあれで結構、みんな買ってたとこあると思う。僕、一巻目のエロスクラップって、やっぱりピアも貼ってあるんだ。今からだから30年ぐらい前ですよ。ピア創刊したちょっと頃だと思うけど、ピアのあの映画欄のとこも小さく貼ってあるから、もうすごいな。ちょっとした肉ももう逃さずと思って貼ってんだよね。もう貼ってた貼ってた。あとでもやっぱ。昔やっぱもっと映画館とかがあって、その、あ、前に貼ってある。前に貼ってある、あれ、ロビーカードの写真。ポスターとかじゃないですか。貼ってあった、貼ってあった。で、結構、次回みたいので、何種類かあるじゃないですか。あった、あった。だからなんか、そこ、通るだけでドキドキするみたいな。夏休みとかはね、子供向けのやんだけどね、みたいな、普段は。立川とか、よく夏休みだけ子供番組、ハイジとか映画やってんだけど、
いつもはポルノなんだけど、行くと予告編だけやるんだよ。俺ハイジ見に行って確かに。だったら、ひどい。次はなんかシャロン・ケリーなんとかの。普通にやってて、お母さんとかも全員いるのに、シーンとした間予告やってたよ。すごいと。そこの映画館が後に、ダンボとゾンビの2本立てやすっごい映画館だ。五感だけで2本立てやすっごい映画館だなと思った。すげえ。すごい。でもまあ、ボーナスだよね。子供の人はボーナスの件が入ったからね。あ、そうですね。映画じゃあ、そういう。こ映画館のなんかそういうのとかもありましたね。見ちゃいけないけどなんか興味あるみたいな。トラック野郎とかもやらしかったしね、実はね。必ず休んでるからね。自信あるんですよね。トルコブロとか出てくる。あ、出てくる。トルコブロ。トルコブロ。出てくる、出てくる。はい。はい。ということで、ご覧で一旦 CM です。You Mira, South Kong Jector. This program is brought to you by TBS Radio.ナイスジャンクションありがとうございました。ということで TBS ラジオ三浦淳のサブカルジェッタ、ゲストはスチャダラパーの皆さんでございます。ここでゲストのお知らせタイムでございます。よろしくお願いします。何か言うことがあれば。あのですね、はい、あの最近ザ・ハローワークスっていう、はい、あの新しいバンドをやってまして、そうですね、たくさん増えてますね、人がね、ちょっとやってるんですけど、はい、そのライブが、はい、2月の21日に、はい、あの渋谷のアックスで、あ、渋谷のアックスライブありますので、はい、ぜひそれを皆さん、はい、CD 出た、 CD も出たんです、10の発売になってるんですけど、はい、ザ・ハローワークスペイデイファーストアルバムっていう、はい、ハローワークスはいろいろ紆余曲折あってその名前にしたんです。そうですね、そういう問題が出ましたよね、昔いろいろ考えました、うん、でサウンドも随分ちょっと変化してきてますよね。そう、特にこの、今回こう作った時、もっとあの自分らがやってるようなラップのトラックみたいなのやると思ったんですけど、はい、やってるうちにこうバンドの方もこう最近こう、ああいうプログレっぽいのとか、はい、なんかそういうのとか、はちょっとっなんかやってみようかみたいな感じ。あれはどなたがああいうプログレを、これまああの何個でも話してるうちに、あ、 こっちの方が面白い、こっちの方が面白いって、こうちっちゃいチョイスをどんどんしてたら、なんかあんな風になっちゃったみたいな、へ、ロックっぽい面白いって思ってたんでしょうね。ロックっぽかったですね、この時は。今だったらすごく、あの表紙がね、トラックの絵が描いてあった、はい、うちの子がもうトラックっていうことですごく大喜び。子供に、そう、トラックすごい大好きで、もう抜群ですよ。やっぱジャケットはね、トラックかパトカー、消防車、これでシリーズで行かれたらいいと思います。わかりました。次はじゃあもう必ず CD ショップ入った時、子供があトラックとか消防車とか言うから、ね、つい親は買ってしまうことはあると思いますね。はい、はい、働くおじさんっていうことでね。うん、はい、おられるということでございます、はい、それでは間もなく8時でございます。サブカルジェッター、この後も続きますんでよろしくお願いします。 TBS ラジオ三浦淳のサブカルジェッター、2番目がいいんじゃない。はい、今夜のゲストを改めてご紹介します。スチャダラパーの皆さんでございます。ということで、はい、せっかく、ライブの告知もありましたんで、ここらで一曲、はい、ハローワークスの曲をかけてみましょう。はい、はい、じゃあザ・ハローワークスのエブリシングルデーという曲を聴いてください。聴いてください。 Hi everybody, how was your week? Did you have a good time? Or maybe not? Then this is the program for youHere is a June Mira's Subcom Jector! はい、こんばんは、サブカルジェッターだぜ。今のは織田裕二で椿三十郎のものまねでした。ということで、サブカルジェッター12回目ということで、もう折り返し地点、スイッチバックも2回ぐらいやって、もうそろそろ終わりが近づいているということでございます。この番組は、私の知り合いを呼んで、とりあえず20回埋めていって、最終的にぽっくり死んだら全員に葬式に来てもらおうということで、もうダメダメ出しの最後のお願いの番組でございます。この、趣旨はですね、まあ知り合いの人の人生をこう波乱万丈的に聞いて、そこからにじみ出てくるサブカル集をキャッチしていこうということで、サブカルも
そろそろバレてきて世代じゃないかっていうことになってだんだん分かってきます。続く人がいないということももうはっきり分かってきましたんで、ちょうど、今50ちょっとぐらいの人から今回のゲストのジャダラパーさんまでがサブカル世代と単に呼ばれていたんではないかということがついにこの番組で発覚してしまいましたので、そこら辺をちょっとじっくり検証していきたいと思います。それでは今夜のゲストは、お招きします。ジャダラパーの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の意見はどう思いますか？あ、でもそれ分かる気がしますね。うそうかもしれない。結局はもう結局はその時代だった。そう、ね、僕いつも考えるのにスチャダラパー以降に同感した人がいないんですもうどう考えてもなるほど。だからこっちのこともなんか妙に褒めてくれる人もいなくなる、うん、あ、この何年間の間だったんですよね、きっとね。そうなんですかね。じゃないですかね。前の世代が全教頭っていう世代の、全教頭世代と、でもあれもきっと全教頭やってたバリバリの頃は言ってないわけですよ。うん、俺らは全教頭世代だからって。そうですね。終わってから言ったんだね。ジュラ紀の恐竜だって、俺ジュラ紀なんだって言ってないわけ。後で言われてるわけ。そうですね。となるとその次がね、安西さんとかのね、はい、しらけみたいな人がいるんですよ。ちょっと違うでしょ、あの世代。今ね55、6なんですよ。ちょっとなんかちょっとトンチンカンな匂いがするこの世代。全教頭にも いなかったんだけども、次の世代にももう一つ引っかかりにくかった4年間か5年間ぐらいの、もう安西さんしか浮かんでないんですよ、まあ、名前は出せないけど、そういう大トンチンカンみたいな人ってその世代に多い気持ち。なるほど、だからなんかすげえこいつとか僕らの世代は言うけど、その人のことあまり憧れていないっていう人たちって何か気持ちやべえこいつとか言ってんだけどなりたくはないじゃない。なれないし、なりたくない。そういう人がいて、その後がそういう人もやべえとか言って、うん、おかしいとか言ったりする意地悪な世代、いいも悪いも悪くてもなんか拾っていこうっていう、はい、B 級がいいんじゃないとかいうようなひねくれた思想の世代の人がスチャダラパーまでだと思う。まで、ね、本当にでもね、分かりますね。そうかもしれない、ね、そうなんですよ、その若手でね。若手、やっぱ僕らのことを好きって言ってる割には、めちゃくちゃ売れてるな、みたいな。だからそこの時点でまずね、だいぶこう違うんじゃないかな。そういう人も、そういう売れてる状態の一番いいとこで言ってくれればいいのに、あまり言わないです。そうなんですよ。ここ一番では名前出ない。そうこそって言われるんですよ。そうでしょ。俺もね、皆さんのことブログに書いてるんですよとか、そんな小さいとこテレビでね、テレビで大々的に確かにそうなんです、ね、そういう人多いんですよ ね, ね, ねだからもう認めてるんだけども、まあ一応言ってくれてるっていう感じがしてるんですよ、はい、うん、でも本気かどうか分かんないけど、いや俺あれ見ててね面白かったですよって言われたのはスチャダラパーが最後なんですよ、本当に。目を見たら分かる。本当ですか。その以降のやつは嘘ついてると思って、嘘つけばいいと思って、社交辞令だと思って言ってるような気がするんですけどね。はい、染みついた部分は出てこない。後ろに出てくる。最後なんですよね。なるほど。ちょっとクロコダイルロック的な、これね、エルトン・ジョンのっぽい感じで。これはまあきっと誘惑迷惑っていうのが飲み屋で出たんだろうね、こういう。これいけんじゃねえの、それ出たんだろうね。タイトルありきだよね、これ。こういうな時はね、大概ね。どういう意味なんですかね、これ。意味全く考えたことなかったですね、この。誘惑とありがた迷惑。誘惑されてありがた迷惑。可愛くないってことね。誘惑されたんだけど、全然その気ないんだけど、そらねえみたいな。そういう意味ですよね。そういうことかな。それを
ロックのリズムにやって歌うという。あ、ね、あ、なるほどね。よっちゃんはやっぱギター得意でね、本格的な、ロックバンドやりたいみたいな。ちょっとバンヘイレンに顔が似てたんだよ。似てました。あれは大きい事件だと思う。似てましたね。よくほら、クラプトンに顔が似てたらもうしょうがないでしょ。ギター行くしかないみたいなこと。そうですね。リンゴスターだ、似てたらもうしょうがなくドラムだもんね。うん、そうなんだよね。誰かに似てるって言われた瞬間人生変わるからね。変わりますね。言われたことないですか、誰かに似てるは。慎吾さんなんか誰かに似てんなと。僕は、なんだっけ、バフッショに似てる最近。バフッショ。デリーさんが言われますけどね。デリーさん、バフ。昔の、カエルさんですね。カエルさん。よく言われますけど、ね、それによって何か一石やろうっていう気はないですか、まだ。まだ、まあ、そう、やんなきゃいけないですかね、一石。兄はないですか。俺、中村獅童と、あ、似てる。桜庭。桜庭似てる。あ、桜庭は似てる。似てる。は、よく言う。間だね。間だね。あ、なるほど。言われます。ポーズくんはそんな似てる人いる、ね、僕でもね、ビギンのボーカルにすげえ似てる瞬間ありましたね。あれと、あ、そうですか。ビギンのボーカルあんな太ってなかったんですよ、うん、昔。あ、はいはいはい、で、ビギンのボーカルが痩せてて、痩せてて、はいはい、で、ハンチングかぶってて、あ、かぶってた、かぶってた。で、僕も結構用帽子とかかぶってたんで、感じ、似てる瞬間あったんですよね、はい、割と。あの人の顔のイメージは、萩尾元の11人いるに出てくる顔のやつに似てるんだよ、すごく。似てるんだけど、あ、そうですか。だから似てる時ありましたね。俺はね、よくあの、学校、高校の時に、友達連れて家帰るとうちのおかんがジュースを必ず持ってくんだけど、ゴロゴロって言われて、なんだろうと思ったら野口五郎って言う。ほんで似てるとも言われたことも一回もないのに、うちのおかんの頭ではゴロンボ刑事とか言われて、友達があいつ野口五郎って家で言われてるってことでいじめられてる学校でしてたんです。それでありますよね、顔って。じゃあ次はね、これも兄と進行なんですね。秘密基ソング、僕、秘密基ソングは、あの、ビッグカメラの CM ソング、あの、不思議な不思議な池袋って、なんか、別に好きではないですよね。好きではないんだけど、なんか歌ってる時があるみたいな。ビッグ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 カメラでしょ。ビッグカメラって、大きいカメラっていう意味じゃないんだよ。ないんですよね。G じゃないんですよね。G じゃない。ビッグじゃないんだよね。あれ何あれビッグって。何あれビッグ。ライターだもんね。何なんすか、ね、割と最近気がついたんだ。ビッグカメラ。そうなんですよ、ね。あ、そうですよね。クカメラなんで、ビッグカメラじゃないんだよね。ビッグカメラなんですよね。ね。ここが安さなぁ、ね。うん、ここ安さ。それ聞いてみたいですか。ちょっと聞いてみたい。あるんだったら聞いてみましょうか。ある。はい。じゃあ聞いてみましょう。新規のテーマみたいな、ね、ジャズっぽい感じなんだね。クラリネットソロ的な。池袋行くとガンガンにかかってる印象があってよね。まあこの言いたいことは、西部が逆に東にある。分かりにくいぞっていうこと、不思議っていうことだよね。そうなんです。それだけだよね。西口に東部があってみたいな。そうそうそう。分かりにくいぞっていう話。割と東京来たら誰でも気がつく。ね、それあるあるっていう。あるっていうことですよ。まだインスト流れてるしね、これ。ね、これ。あ、これがきっと店内に流れてて、この時に、売ったり、こう、すぐ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、みたいな。売ってる頃なんかね。MC がここで煽るんだ。ちょっと電化製品シリーズ聞いてみたくないな。そうですよね。何がありましたっけ、また。これちょっとじゃあ、小野伝、小野伝坊やも聞きたい。のこさんのやつ。これ、のこいのこさんが歌ってたんだね、小野伝坊や。そうなんですね。これ、今いい声なんだけど。未だにそうですよね、これ多分。うん、そうそう、多分。小野伝坊やって誰小野伝坊やって誰ゆるキャラ、ゆるキャラだよね。ゆるキャラだよね。ゆるキャラだよね。で、宇宙の飛行士の格好してるの、小野伝坊やって。ということは、アポロとかの頃にできたのかな。そうじゃないですか。月面着陸の頃かもしれない、小野伝坊や。70年ぐらいですね。70年ぐらいだよね。のこいのこと、コノハのことよく間違える。のこいのこがパタパタママだって。パタ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 ママ。コノハのこは何でしょう。コノハのこはタレントだったよね。タレントですよ。タレントでした。タレントでした。じゃあその、小野伝坊やちょっと聞かせてもらえますかね。
最後すげえ早くて早かったですね。ものすごいふわりが電気いろいろ秋葉原ですね。うん、のこいのこって後ろから読んでものこいのこだと思うけど違うんだよね。タイミングがないんだよね。確かに平仮名にしてるだけなんだよねこれ。そうか、小野伝坊やか、まあ、伊藤聖子さんの走りみたいな、まあそうだね、平仮名橋田博子とかよくわかんない、なんか泉なんか、うん、他は何ありましたっけ。電気屋さん、電気屋さん、佐藤無線、佐藤無線ってどんなの。無線か、うん、確かめよ、確かめよ、お願いします。ちょっとエロい声なんでね、回していけなきゃ聞かないんじゃないかな、ね、うん、で今のはどこだったっけ、佐藤無線、佐藤無線、それは言ってないよね。言ってますよ、言ったっけ、途中で、ね、一回言うとか一回言いましたっけ、佐藤無線言いましたっけ、あなたの近所の秋葉原って、佐藤無線、あ、 そこだけかそこでギリと聞かせてるのか、うん、あ、となるとやっぱ桜井も黙っちゃう聞いてないよ、それは聞いてますか、桜井も、もう桜井お願いします、お願いします。難しいね。難しいですね。タンタンタンのとこ入りにくいね。ちょっとね。ああ、ちょっとサーカスとかそういうな人が歌ってるような。ハモってるしね。なんかね、あのサーカスっぽい感じでお願いします。言われるね。ちょっとね。黒物ズバリ。まあ、匂いは似てるね。全体的にね。やっぱ他のとこを見ながら作った感じありますよね。ちょっとこの琴のイメージ。お琴を弾いてるようなイメージがちょっとなんか関西資本なのかな、これ。あ、南京が京都人とかじゃないかな。あ、桜、桜だから、あ、そういうことを入れたんだよ。桜ですね。桜入れてんだから。面白いですね。まだ聞きたい？いじまるだけ聞きたい。いじまる、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 いじまる。もう黙っちゃおれないもんね、いじまるもね。じゃあお願いします。でっかいわ、でっかいわ、まるまるでっかいわ。でっかい電気は、パラパラでかい。
すごい駒、駒そんな感じだね。好きですね、なんかね。なんか好きあらば他の曲はヒットしたら売っていこうっていう気がある。一応曲にしてる感じがある。曲にしてるもんね、なんか。そうか。前、マイシティってあの、新宿の駅ビルがあった時、あそこも、マイ、なんとかマイシティっていうのがいつもかかるんだ。終わりと頭のところに必ずかかるんだけど、田川陽介っていう人が歌ってたっていう伝説なんだけど、きっとそうだと思うんだけど、ね。本当ですか。必ずそのゆるキャラみたいに必ず一社には必ずテーマ曲があるっていうことだよね。なるほど。ということはこれは連発しているってことだよね。うん。だから染みつくんだよね。そうですね。回数でしょうね、これ。どんな曲だって よく考えるとさ、連発出たら流行るよね。いい悪い超えるときあるもんね。ありますあります。ありますね。言ってられないときあるもんね。あります。そういうことなのかな。こちらも知んないですね。ヘビーローテーションですね。ね。まあ別にこれこの曲たちがスチャダラパーに影響を与えたってことはないわけですよね。ないのかな。でもあの誘惑されたアリアタ迷惑食うの繰り返しみたいなのはいつかなんかやろうみたいな。あ、今じゃん、ね、今パコロね。ということでこの後もまだまだ続きますが一旦コマーシャル。ジュミューラサブカルチャー。This program is brought to you by TBS Radio。2月23日のサブカルジェッターは生放送で怪獣の鳴き声グランプリを開催します。グッとくる怪獣の鳴き声とその理由、サブカルジェッターまでメールを送ってください。メールアドレスは mj@tbs.co.jp。 ただし今回はウルトラ Q、 ウルトラマン、ウルトラセブンまでの時代に限定しています。抽選でサブカルジェッターらしいグッとくるってどんなことかわかんないけどプレゼントも当たるかも。よろしくお願いします。はい、 TBS ラジオ三浦純のサブカルジェッターエンディングでございます。私は明日43年ぶりの同窓会に出るということで、あのきっともう43年間会ってないですから、はい、もう同窓会生まれて初めて出るんですが、あの京都までわざわざ行くんですけど、全くもう覚えてないわけですよ。もうできっとバーッと集まってきて、タモリってどんな人、タモリってどんな人って言われに決まってる。覚悟の上で行くと、まあ、なんか初対面に近いっていうか何なんですかね。もう初対面ですよ。初対面ですね。そうだよね、うん、全員50歳ですから。同い年の人に会うんですもんね、はい、小学生から50まで会ってないわけ。うわすごいですね。はっきり言って他人ですよ。友達でも何でもないですよ。何でもないですよ。はい、そういうことで来週は榎戸一郎さんをゲストに迎えて、榎戸さんの歴史を見ようということで、今夜のスチャダラパーの皆さんの、坊主さんは、ちなみに1981年中学に入学まで今日行きました。兄さんの場合も中学に入学まで行きます、はい、新子さんの場合は小5で性に目覚めるところで今回はお別れと。全然いかなかった。全然いかなかったね。現在の活動に名のかけられることになる。比較的にこれどうなんだって言わないですけど、まだまだあのこの番組あの折り返してあります。そうです、また次回ですよ。次回から、まだ27であるから、また全然曲あるってしょうがないですから。その後どうなったんだっていうことで、はい、ぜひとも早くあのその後聞きたい人はぜひともステロ早く出してくれっていう、はい、あの何かメールなり何かくれたらいいと思います、はい、ということで何か最後あのどうでしょう。あ、榎戸さん、はい、来週来るんです、ね、もう久しぶりです。僕も全然会ってない。全然会ってないですよ。会いたいな。もうほとんど他人ぐらい。全然会ってないですよね。もう初対面と言ってもいいですよね、はい、でもこうやってたびたび何か機会を設けて会わないと、あ、亡くなったらしいよあの人とかなりますからね。そうですね。そういうのもね、何かの機会に何かで仕事つけてくれて会うようにしましょうか。そうですね。皆さん前から言ってますけど、僕それすごい賛成です、はい、でやっとかないとできないで終わっちゃいますからね。もう今から知り合った人なんて呼ばなくていいです。そんなもんもう深くならないんだから、もう無理なんだから。ということでございまして、お時間でございます。どうも、スチャダラパーマンジャーナ、ありがとうございます。